3月24日金曜日夜6時を回りました。レビュータイムです。はい、どうもこんばんは。久しぶりの復活です。復活かっこはてな、はいですね。長い風邪でした。はい、どちら様ですか。ジェニコです。はい、ということでジェニコ姉さんお久しぶりです。はい、お久しぶりです。はい、約2週間ほど、風邪だかジェイウイルスだかなんかで、はい、サボっておりましたね。サボってないですよ。ぎっくりとか風邪とか、はい、いろいろ大変だったから、お見舞いとかいつでもくれても年中受け付けてますよ。もう終わったからいいんでしょ。いやいや、ぎっくりはこれからも大活躍の予定です。はい、なんで今日から元気いっぱい大復活と思ったら元気いっぱいですよ。何をおっしゃってるのか意味が分かりません。何が起きてるのかは、本日の、ゲソさんを交えて徹底的にやばいということを思いますということで、月末になったら現れるこの方、今回も来ていただきました、スーパーギタリストコンタ大先生、よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。月末の男中金取りです。ああ確かに中金しに来たんだきっと。中金されに来たかもしれない。わざわざ払いに来てくれたかもしれない。やべえ。つうかさ、寝てたじゃん今床で。誰がですか。君が、うん、いやいやいや、いやラジオの収録で床に寝てるやつ初めて見た。初めて見ましたね。お布団がないから仕方ないですよね、うん、そうか、布団があったら布団で寝るわな。そりゃな、はいはい、はい、だからなんか収録前にさ、なんか敷くもんないって言うから、ああこの日ほら姉さんいつも床に座って収録するから、だからなんか今日は座布団みたいなの欲しいんだな、クッションとかなって思って、あこれあるじゃんって言ったら、うん、もっと大きいの寝るんかいみたいな。ひでえよな。ひどいですよね。でも気がついたらもうなんかあのコットかけてもぞもぞって、でほら収録でやったら出てきた言葉がんちょっとだけなんだよ、ちょっとだけよ。この甘酒美味しいんだけどね。美味しいですね、うん、いやとてもいい感じでしたよ。しかったね、和菓子屋の甘酒、グビグビいけちゃう感じで、はいはいはい、そんなところアルコールも入ってない感じで、なんか 1% 未満、1% に届かず届かず届かず、残念でした。だからまあこれはまあお酒じゃないでしょうっていうあれで、お酒の飲めない姉さんもなんか甘酒好きだって言うから、うん、買って与えてみたら見たらなんじゃこりゃと、はい、いやーねえ、だってなんてね、ほんとちっちゃいコップで2杯とかぐらいしか飲んでなかったんですよこの人、うん、そしたらもう、あの顔の色が髪の色と一緒になってましたからね。、はい、そんなこともありますよ。だからお酒の飲めない人は気をつけた方がいいです。まあでもいや本当に ね、あの甘酒とか、はい、あとほら料理する時に料理酒だっけ、うん、みりんとか使うでしょ、はい、あれを沸騰させている、うん、そばに立っているだけで、はいはい、ああ来るの来るんですよ。ああなるほどね。うん、そうか。それで、でも飲んじゃったんだこれを。甘酒は好きですからね。ああはい。いやいい飲みっぷりでしたねあれね。本当だね。本当だよ、うん、これは美味しかったすごい。本当ね、予想を上回って、まさか、いや本当に ここまで来るとは思わなかったですよ、うん、ここまで、うん、ねえ、ね、はい、はいはい、で起きてんの今は。起きてますよ。おもう告知したいんですけど。もうですか。あれあでもまあ忘れないうちにしといた方がいい ね、うん、あどうぞ。今日は24日ですよね、うん、4日金曜日、うん、明日なんですけども、お明日、はい、はい、土曜日、お、ね、多賀城下馬のハリさんカフェで、はい、コテビルではなく、あの昭和のアニソンバンドタイムマシーンがライブをやります、はい、お、そうだそうだった、そうでした、そうでした、そしあうんとね、何時からだっけ、7時半ぐらいに来てくれたら
大丈夫だと思います。あ、そうだそうだ、はい、そうだそうだ、明日か、うん、そうだそうだ、はあ、はあ、そうです、明日、そうです、はい、ハリさん、はい、メンバーが一人増えまして、はい、歌がそう、はい、より賑やかな感じに、そうですね、はい、うん、はいはい、そうですね、はいはい、はい、そんなもんでいいんですか、うん、ボケボケしてますね、はい、でも25日って、うん、アイゼン君も、ああそうか、あそうだ、あそうだ、俺もだ、うん、あの僕は僕であれです、あのそのゼッペリンのカバーバンドのモッドゼッペリンの方で、先月は東京行ってきたんですけど、なんか今月はなぜか今度は郡山に行くという感じで、明日はですね、郡山のなんだっけな、ピークアクションってとこで、はい、時間よく覚えてないですけど、うち確かみんな適当だうんと、イベントは夕方ぐらいから、はい、やってます、はい、うち8時台後半だったような気がします、はい、結構でもなんかあのそのなんだ、トリビュートバンドのイベントで、あのなんかバンヘイレンのカバーバンドとかも出る感じだと、キングクリズムゾンとかもやるみたいで、なかなか見てて面白そうな、うん、はい、感じなんで、僕はのんびり見に行こうかなと、はい、思いますという、はい、こと、もうそうだ明日ね、はい、でした、いいね、郡山、郡山、郡山でもなんか相当結構久しぶり、なんかだいぶ行ってなかったですね、郡山は、うん、郡山、近藤さん何かあります？郡山、郡山、郡山、何かあるかな、ありそうでのウフ、うん、ウフ、なさそうでウフ、なんだっけそれとてつもなく古い歌ですよ黄色いさくらんぼ、あ、あー、若い娘がウフンのやつそうそうそうあ、はい、とかなんとかそんなこともありつつの、はい、月末ですけども、はい、そう、先にじゃあ大事なことをいろいろ、あ、そうだね、はい、やっておこうかなと、ね、はい、もう3月も終わりですからね、終わりですからね、うん、はい、新年度に向け、向け、新年度に向け、新年度に向けいろいろ準備ですか、ちょっと遅くないですか、それはそれでそうね、はい、もうあの準備整ってないといろいろ大変ですよ、そうだよね、うん、もう今から大決算セールをやる準備のようなもんだよね、それね、そうですねいやはい、はいはい、はい、何ですか、はい、来週の金曜日3月31日、うわ、はい、まあまあそうなんですけど、はい、毎月恒例の、はい、なんだっけロックバージャンクボックスがいつもは 1,2,3,4 週目なんですけども、はい、今月は最後の日ですね、5週目ですね、ですね、はい、うん、はい、超月末、はい、そうだね、最後の日、準備は万端ですか、準備はまあ多分、うん、今回ねギターね、はい、あのヒロポンと俺とタクマで3人でいつも決めるのね、うん、曲とかね、はいはいはい、うん、でどうする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 ってなってて、はいはい、じゃあ今回はタクマ祭りにしよう、ほう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 、割とほらいつも俺とヒロポンがね、はいはい、結構弾いてるので、うん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 、今回はタクマ祭りだっていうことで、おタクマがいっぱいなだと思ったんだけど、曲数えてみたらヒロポンと同じ数なんだよね、タクマまたうまいことあの野郎まあでもタクマ祭りだね、今回は今までに比べたらはるかに、なその分なんか知らないけど、はい、俺結構楽屋でのんびりできるようなあれ近藤さんわかりました、じゃあ近藤さんのためにコーラスパートたくさん用意してちょっと待てよあ、それ新鮮でいいかもしれないね、あのギターを持たずに、あ、そういう何なのそれ、カッパクコーラスとかなるほど、ナスティハビッツ的な、うん、やったらいいと思いますよ、あれかナスティハビッツじゃねえな、どう考えてもな、あの内山田博士とクールファイブ的なえマジかじゃあ、 あの専用のそれ用のマイク一本立てといてあのね、だから
歌があかんから僕はインストバンドを始めたんですよ。何度も申しますようにもう本当に今回はあのすごい久しぶりにドッケンをやるんですよ。そうですね、うん、あ、本田さん自身も久しぶりな、確か久しぶりな気がする、はあはあはあ、結構ね、20代の頃聞いた、はあはあ、ジョージ・リンチ、はい、うん、じゃあ懐かしいな。これから鍛えないとダメじゃないですか。そうだよね。ちょっとね。あんな感じで。さっき頑張ったんだけどな。あと一週間で目指せ上司に。これなんていうの、これあれ、あのぶら下がり健康器かと思ったらさ、あれこうギュッとこう下ろすんでしょ、はいはい、あのバーを。はいはいはい。降りねえもん。何キロですか。さっきコンタさんが宿泊してたのは、40キロ30キロ。いやそれ上がったじゃん、とりあえず。ああ、やばかったのが50何キロあれぶら下がり健康器だよねいやおかしいよね、だって以前あれ70キロだっけ、70キロとか75とか、はい、何かからくりがあるなこれ滑車とかついてんじゃない条件にあなのこっそり滑車スイッチカシャッとあせかほらあのなんか自転車あのチャリコのサポートみたいに、そうね、はい、電動のね、はいはい、うん、俺が苦労して電気貯めてそれを使ってスルッと上げる、まるで人生そのまんまやな今後ともよろしくお願いしますだからこれからは、ちょっとアイゼン君に頑張って中高年向けのなんか筋肉教室ちょっと待ってなんで俺に振ったみたいな言い方やめてくれない、その中高年のところでいやだってここに若者いますか。若作りはいるけどね、3人ぐらい約3人ぐらい、うん、どう考えても中高年でしょ、うんうん、中高年ナイスミドル、ナイスミドル向けの、はい、無理のない生活筋肉をつける講座とか、うん、ちょっとやってほしいなと、はい、これはラジオ聞いてる皆さんも参加したいなって思ったらどこまで連絡すればいいんですかね。そうですね、どうしましょうでも何やるか分かんねえのに連絡のしようがねえぞああじゃあ企画します。じゃあできたらおいおい番組内でも、はいはい、発表して、はい、中高年向けのお料理教室だっけ。中高年向けの筋肉教室です。筋肉教室ねいいっすよ、お料理教室もあの、はい、うん、こういうことやるとこうなっちゃうんだよみたいな正しいお芋ケーキの作り方。お芋食べてないね。あー、すっかり忘れてた。そうだね、そうだ、電子レンジでチンしねえと、はい、チンするときは決してあのアルミホイルを使わないようにしてくださいね。使っちゃダメです、はいはいはい、いろいろ危険なことになりますからね、はい、そうね、はい、みんな、はい、ね、お料理教室と筋肉教室だっけ。筋肉教室、うん、すごいね、いろいろ出てくるね。 あと他にもなんかやるわけ。うーん、思いついたらやります。何教室があるかな、何教室にしようかな。何でしょうね、うん、何でしょうねまあなんか思いつきで、うん、うちは教室だけどね、やってるけどな。そうでしたね、本業じゃないですか本業じゃないですか、ロックオンミュージックスクールじゃないですかまあそっちはあのちゃんとした教室だぜちょっと待って、仕事ちゃんとしてないやつを今やろうとしてる感じだって、俺がお料理教室やるん誰がいつそんなこと言いました。そうだよねやってもいいですけど、うん、いやあの悪い例をね、でも分かんないよね、あれがうまいって思う人がいるかもしれない。うん、うん、はい、うん、はい、
賛否の賛がないってやつだねこれ。じゃあ賛探ししましょう。賛を探そう。賛探しましょう。だこれを食ってうまいって思う人を集えばいいんだよ。100人もし集まったら100人が100人みんなうまいって言ってた。あそれも面白いかも。100人ぐらい集めて世界から探します。じゃあまずコンタさんにスペシャルな なんか1、2品作っていただいて、それを持ってあの暗夜しまして、はいはい、うまいと言ってくれた人にね、はい、集まってもらって、集まってもらって、うん、で100人ぐらい集まったらどうですかってみんなうまいって言ったらすごいですよ。そうだよね、なんかこうやった感じがするよね。この、うん、そうだよ。そしたら100人うまいっていう人集まったら、うん、料理教室の先生もやったらいい。そうだよね、100人が100人うまいって言ってんのになんであんたはまずいって言うんだ。うん、君の舌がおかしいんだよ、うん、このバカ舌め。ってこと。それで教室って成り立つわけ。うん、100人うまいって言ったら成り立つと思うな。まあね、3万人ぐらい当たんなきゃなんないと思うけどね。一大スペクタクルになりそうですね。100人中、じゃあ3万人中100人 0.3% ぐらい。あらあらららら、さっきのあのアルコール 1% 未満だったっけ。でも 1% 未満でああなる人がいるんだから。そうですね、もうね、はい、0.3% 舐めちゃいけないですね。舐めちゃいけないよ、うん、パチスロなんか打ってたら 0.3% のなんかすげえの引くぞ多分誰か。そうだそうだ、起こせミラクル、起こせミラクル。ちょっと待って、嫌な予感がかかってんだよ、さっきからよ。あのですね、状況を説明させていただきますと、コンタ先生は今日、マイギターをお持ちになってきているんですね。そう、ギタリストだもの、俺。はい。ギターがケースの中にあるのは、ちょっとおかしいなと。どういうことかな。はい。ギターはケースの中に入れないで、裸で持ち歩けと。いえいえ。せっかく持ってきてるのになぜケースの中なのかな。ギターじゃ分かった、よし100歩譲ってギターを出したらどうすればいいんだ俺。ギターを、あ、ギターラジオギター教室やりましょう。なんだそれ。なるもしげるさんですか。僕は一弦三フレット人差し指で押さえてみましょう。そのまま小指を一弦の15フレットまで届いた。あなたは素晴らしい。こんな感じですか。はい。はあ、ミラクルが、ちょっと待って、ミラクルさ。いやーね、先月大変なことになりましたからね。だからね、いいですか、はい、説明しますよ、はい、説明しよう。説明しよう。先月なぜか知らねえど僕は吉高ちゃんとポプラ並木を歌ったわけですよ。はい、ね、はい、でね、その歌って僕はだから歌は得意じゃない、はい、だからね、どうせ下手くそな歌だったら恋のミクル伝説でも歌っとけば。ね、元からあのほらちょっとあんな風に歌ってる歌なんだから、うん、よかったなってポロッとつぶやいただけじゃないですか。拾わないわけがないじゃないですか。ね、ね、ね、どう思いますか。どうですかね。どう、着替えちゃうよ、じゃあ俺メイドとかに。あ、いいですよ、いいですよ、どうぞ。着替えはお隣のスタジオで。それなんですかとか言えばいいんでしょ。おかしいでしょ。そういうね、はい、ほんと嫌な予感がしてて、はい、で嫌な予感してここに来て、もしやらされるとなったらね、はい、
こうもう嫌だと言ったってやらなきゃなんなくなるわけじゃんどうやったってこれ状況的に、はい、そんな時に、はい、じゃあギターありますからって言って7弦を手渡されて俺はこう四苦八苦しながら何をやってるかすら分かんない状況になるならもういっそのこと6本弦の張ってあるギターを持ってった方がいいと思って今日は持ってきたわけですよ。はい、じゃあここにこの6本弦が用意されております。いや、されてません。せっかく持ってきたんだから使ってもらいたいですよ ね、 ね。じゃあラジオギター教室でもやっちゃう。はい、はい、1弦の3フレットからどうにかして15フレットを抑える方法考えてみる。はい、みんなで一緒に、はい、3個ぐらい関節外してもらった親指を使ってみようかとかね。ゴムゴムのって言わないとこなんじゃないですか。本当に本当にやるのこれ。はい。はいって、あの君が歌うんだよ。あ、そうだ、今日は姉さん歌わないとね。そうだよ、うん、だって時々だったらいいですけど、うん、メインボーカルはあのちゃんと二人で分けてください。どういう俺あの聞いてる係、俺キョン君係だから聞いてる係。いや、アイゼン君逃げようと思ったってそれは。いや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 ずるいなずるいな。なんか全然準備しない感じですね。あ、とか言ってるし、だってもう尺ねえ。来月に持ち越しですかこれは。いや、これエンディングでやればいいんだ。でブザッと切ればいい。ミックルあれね。無事ひどいひどいひどい。いやー、いや、一応ですね、あれですね、あのリビルドタイムですね、来月か再来月ぐらいからですね、なんかあのちゃんとほら今年初めに言ってたちゃんとしたラジオになっていく流れが実はね、そうですそうです、あのまだちょっとあれなんですけど、はい、はい、ある目がいろいろあるのにこんなふざけてていいんですか。まあふざけるのも今回が最後だということで。いや、来月以降もやってると思うけどな。なんかスコア的なものが貸しカードだよ。さすがコンタ先生、すべて準備してきてるじゃないですか。じゃあ今日のエンディングはこれになる感じですかね、これね。そうですね。はい。じゃあ、そろそろ皆様、良い週末をお過ごしください。でもそうするにはね、ちょっとまだ早くて、うん。あ、早いんだ。そうすると、あの、コンタさんがミクル伝説5分ぐらい歌って。それはちょっと聞けてるんです。チューナーとかあるかな。チューナーですか、チューナー。チューナー、ちょっと俺、エレキギター持ってきちゃったけど。どうしよう。俺そこ想定してなかったな。まあ本田先生はエレキの人なのでエレキで、はい、よいしょ、チューニングしてる。じゃあ、 あの6にせ、あの言ってなかったんでちゃんと宣伝しましょう。あの6番、ああはい、はい、3月31日金曜日、はい、です。19時開店ですか。はい、今回も19時開店、はい、はい、19時半ぐらいから演奏始まります。はい、ます。はい、セッションは今回はなんだっけかな、ディレックスの 20th Century Boy、 はい、はい、あとそれから、マイケル・シェンカーの、アームズ、あ、アーム、あ、じゃん、アームド&レディ、はい、はい、の2曲となっております。多分まだ募集しておると思うのでぜひ皆様こちらもどうしてどうして、はい、いろいろあった他にですね、ドッケンや今回結構あの新しい今までやってなかったロックバーでやつが結構いろいろあるわけなので、はい、なんだっけな、あと TNT とかですね、はい、あ、ついに出ますメタリカ。メタリカ、はい、はい、メタリカ出ます。はい、メガデスもやります。あ、メガデスも、はい、はあ、はい、いろいろ、それからそう、ナイトレンジャーも、はい、指8本駆使して頑張るかどうかは分からないですけど、はい、指8本使いません。とかね、まあいろいろ、はい、盛りだくさん、あ、結構あのあれです、あのなんだ、リクエスト曲もふんだんに含まれておりますので、あのぜひ皆さんリクエストした方は来てくださいね、はい、聞き逃さないように結構入ってますよ、あの、はい、ここ 1,2 ヶ月の間
間にあのメンバーと捕まえて言った記憶がある方、きっと新たなあれが入っております。はい、はい、ぜひぜひ、はいはい、お忘れなきを、ね、お忘れなく。はい、はい、あ、いい感じで、はい、あともう、うん、1分切るぐらいになってきましたので、はい、じゃあ今日のエンディングはポンタ先生によるミクル伝説。はい、皆さんでは良い週末をお過ごしください。また来週、バイバイ。最後は ミクル伝説です。わーおー、バイバイ。バイ。Special Generation